ったあった、ここにありましたか。はてか、柏さん、どうもこんにちは。お、始まった。よくぞ来た。いや、こんな暑いところにあって、柏さん、隣でのんきに歌歌ってるけど大丈夫かな？焼き鳥になったりしないかな？すごい心配なんですけど。なんと、この灼熱の地で人にお会いするとは。この暑さは大丈夫なのですか？他人事ながら少し心配です。いや、柏さんこそ、焼き鳥になってないですか？大丈夫ですか？もしあなたも、私と同様、燃えず薬を塗っているのですか？え？燃えず薬って塗るの？あ、塗ってないんですけど、やはりそうでしたか？適当に話合わせてるぞ、リンク。私などはもし燃えず薬を塗らなければ、たちまち焼きと、あ、焼きと？いや、やめておきましょう。いや、そうだね。やめておいた方がいいこともあるよね。師匠が完成させていた試練に挑みし英傑だらけるの章。お聞きください。お、お願いします。お、なんか曲調違う。炎のごとく灰回りしは赤き火山のルーダニア。繰り手にならんとするは赤い灼熱？聖なる力高めるべしとの声を聞き、石碑に刻まれし試練の地をめぐらん。一つは巨大な燃える岩石に打ち勝ち、一つは火山にかかりし降臨をくぐり、一つは溶岩の上にその身を立たせ、聖なる力を高めし英傑、次なる試練に挑まん。へえ、なんかダルケルさんの曲なんかすごい、いつもよりちょっとなんか明るい曲調でいいね。いかがでしたか？いや、めちゃくちゃ好きです、この曲。お、始まったー！ついに最後の英傑だらけるの歌！ほー。どんな感じなんだろう。これはあれだね。デスマウンテンの加工だね。あ、あれ？これってさ、左下によく見たらカニの場所あるじゃん。これどこだろう。いや、よく見たらさ、カシーワさん、確かちょっと鳥の種類違うじゃん。で、そしてさ、なんか身なりがすごいいいんだよね。なんか装飾といいさ、なんか頭飾りとか首に巻いてるバンダナというか、なんか腰に巻いてるやつといい、なんかさ、服装がすごいいい。なんかやっぱ身なりがいいって聞いたけど、本当だったんだね。よし、じゃあとりあえず行くか。うわ、どっから行こうかな。あ、あそこがカニだよね。左の奥。っていうことは、だピン打ったところそこの辺だと思うんだよな。あ、でもこの辺っぽい。あ、多分ここじゃない？これっぽいんだよな。ちょっと一回下降りてみるか。いや、でも特になんか目印とか、人みたいのないな。なんだろう。あ、あれ？あ、人いる。あ、ちょっと待って。あれ？ククレン？あ、お前ククレン！え、なんでお前ここにいるんだ？お前いつもゴロンシティの手前で、英傑ごっこしたじゃん。いや、今日も暑い頃ね、こんなとこにハーリア人、ひょっとしてダルケル様にゆかりのある地を巡ってる頃？あ、その通りだ。なんでお前は知ってるんだ、それを。だとしたら僕も同じ英傑ダルケル様の足跡を辿ってる頃。は、英傑ごっこじゃ飽き足らず、ダルケル様の足跡を辿る旅をしているのか。ダルケル様は昔々すぐそこのダルマークでとっても大きい魔物を倒したらしい頃。大きい魔物？でもとっても大きい魔物ってどんなやつ頃？え、何それ？もしかしてこれヒントだったりする？お前はまさかさ、街の外に出ると思わなかったんだけど。いや、こう見るとあれだね。パン1なんだね、マジで。一丁前に石打ち肩に担いで、英傑ごっこしてるわ。で、大きな魔物ってなんだ？あ、鳥だ！チキン！あ、チキン！あ、チキンだ！あ、ちょ、チキン待て！は、クソ逃げられちまった。ん？何？あ、何？え、待って、マグロックいるんだけど！うわ、めっちゃでかくない？待って、もしかしてこれ？え？あ、こいつは、新宿区にの、しらーいって、ちょ、危ねえ、危ねえ、メガマグロック、こいつか。ちょっと、危ない、危ねえ。ちょ、これどうしよう。でもさ、これさ、確かさ、マグロックってさ、なんか、冷えるよね。あ、冷えるわ。あ、上昇気流ある。あ、これで、上乗って、
危ねあ、え、めちゃくちゃでかいんですけど。で、うわ、どうしよっかな。どうしよう。うわ、こんな時に限ってあんまりいい武器ないな。しょうがね、モリブリン、あ、でもモリブリンバットで、もう思いっきり殴って、早めに決着をつける作戦で行く。よし、いいぞ、いいぞ、待って、熱くなってきた。どうしよう、熱くなってきました。どうしよう、待って、危ねえ。ちょっと逃げろ、危ねえ。一回退避だ。はあ、でもこれで繰り返せばいいのでは。でこれでさ冷血させるじゃん。あ、待って、一回ちょっと頑張りゲージがない、頑張りゲージがない。あ、いった、ちょ、危ねえ、危ねえ。はあ、ありがとう、ミバ。私が守る。ミバ、ありがとう。ダルケルの守り、ありがとう、ダルケル。ダルケル一歩遅かった、一歩遅かったよ。こうなったら、お、ゲルドの両手剣で、あ、ちまい、危ねえ、死ぬかと思った、死ぬかと思った。はあ、危なかった。で、一回また冷却をし、冷却をして、この状態で、いけ、リンク、殴れ。よし、いいぞ、このままこの岩を砕くんだ、砕ききれい、いけ、もうちょい、いける、そして最後は、ウルボン様、よろしくお願い、あー、いけなかった、危ない、死んでしまう、危ねえ。あ、こいつ、上に向かって私の存在を、あ、やばい、まずい、あ、待って、まずい、あ、危なかった、あ、落ちる、死ぬ。くっそ、死ぬ、死んでしまう、あ、腕助けて。は、危なかった。あ、でもまだ一応冷却はされてるから、もう一回冷却をしておき、一旦ここでこの石の上に着地をする。よし、今度こそ行くぞ、行けー。あ、もう一回お願いします、ウルボド様。仕上げはウルボド様だー。あ、よーし、やったー。あ、待って、相打ちだー。でもなんとか倒したらしいぞ。ふう、危なかった。ふう、やれ。なんとかなったぜ。で、なんか細長い祠出てきたと。てかメガマグロックなんているんだね。確かにめちゃくちゃでかかったわ。お、なんだ、カミラ・オムナの祠。へえ、なんかちょっと美味しそうだな。お、なんだこれ。軌道予測？ん？なんだ？はあ、これあれじゃない？大砲？はあ、やっぱそうだ。へえ。え、これ、リモコン爆弾入れて、それで、で、モスターソードで、殴り、で、これで撃てばいいってこと？いける？お、よーし。あ、え、なに？え、なんか奥からでなんか別のやつ出てきた。うわ、二段構えってこと？へえ。え、じゃあこれで？あ、しかもなんかさ、今度的動いてんだけど。え、あの的に当てる的な？当てる！よし、いけ！よーし！ナイスー！ここだ！いけ！よーし！いいぞ！また出てきたー！いけ！頼む！やったー！ナイスエイム！巨大なコア！巨大なコア！ダイヤモンドだー、やったーやったー、わーい。タンタタラタン。なんかすごい、この人めちゃくちゃ中二病みたいな格好してるな。すごい、両腕がうずいてそうな格好してる、ポーズしてる。かっこいいですね。二つ目の祠なんだけど、あれだよね。あれだと思うんだよな。これをくぐればいいってことだよね。ってことは、リーバルトルネードでくぐっていけばいいのかな。よし、くぐれ。よし、くぐって、え、上、マジ、あ、ちょ、マジ、頑張れ、時間がない。え、ちょっと、え、これ、くぐれっていうか、え、こんな、いけた、え、ちょっと、え、これいけんの、え、これえ、これ結構力技なんですけど。はぁ、待って、次そっちかよ。え、これ、ギリギリを、ここくぐって、次どっち？あ、ちょ、そっち。あ、危ねえ。危ねえ。これいけるか。いけるか。あ、よしよし、危ねえ。あ、次は下か。ここを下をくぐり、お、
次はどん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 下の方に落ちていくぞ。よし、で次は あそこか。うわ、これくぐんなきゃいけない。危ねえ危ねえ、うわ怖え。え、でこれでくぐったら、お、あれラストもしかして。いや、いけるかいけるか、頑張れ頑張れ。あ、チューリー後ろから背中押してくれた、のむ、間に合え間に合え、いけいけるか。よーし、やったー、ゴール、わーい。あ、ここ簡単だったな、よかったよかった。でもって細長祠が地上から生えてくると。てけてててけてて、お、目の前じゃん。よーし、じゃあ早速行きますか。あ、シャドウロンの祠、へえ、なんだろう、なんか美味しそうだね。なんかさ、ボロンシティのこの祠なんか全部美味しそうじゃない。さっきオムライスみたいな名前だったし、今回はなんかお菓子みたいな名前。何を言っているんだ。ん、四角の見極め、なんだろう、四角、なんか見たことのないギミックあるんだけど、ん、うわ、なんか焼かれそうなんですが。え、これもしかしてさ、これに捕まってやり過ごしていけってこと。え、そういうこと。あ、順番来ました。え、じゃあこれ乗っていけってことだよね、多分。はあ、なるほど。え、じゃあこれでまずは一つ目は左側から出てくる炎を四角でやり過ごし、え、でこれさ、次さ、あ、ちょ、急げ、あ、ちょっと、やばい、ちょ、次、右から来るから、ちょ、頑張って、よし、あ、ちょ、危ない、あ、ちょ、危ない、あー。くっそ。こうして、炎終わったから、これ、上から行ってさ、こっち側に行けばいいので、あ、そう、いいぞ。で、今度はこっち側で、この炎をやり過ごすと。よし。これ待って、次どうすんの？これ次何？上？え、これ上ですか？これいける？いけるわー。で、あ、じゃあこれなんかやり過ごせたっぽい。あ、いいぞ、やったー。第一関門突破。で、次は？池なんですけど。でもどうすればいいんだ、これ。普通に捕まっていけば良さそう。じゃあ、捕まっていくか。こうしよう。え、これでいいのか。え、これなんか別に今のところさ、なんか、どっかからトゲが吹き出してくる。あ、ちょっと待って、お前、ガーディアンいんのかい。あ、待って、まずい、ちょっと待って、あ、ちょっと、嘘、ずるいよ。くっそ、気づかなかった。くっそー、なんてやつだ。あいつ狙ってやがる。あ、ちょっとこうなったら、先にあいつを狙っていく。よし、で凍らせた状態で、よし、いいぞって持って一回降りて下に行くと。ふう、危なかったー。なんつートラップだ、待ち構えやがって、せこいぞ、ずるいぞ。で、ここまで来たら、こっち側に降りると。よし。ふぅ、危なかったぜ。で、次なんだ。あ、まだ続くのか。これなんだ？なんかさ、テーマパークのゴンドラみたいじゃない？とりあえず、なんかそこ、よし、次だ。とりあえず捕まっていくか。これわかんないからさ、何かあった時のために上乗ってこう。今回はなんかトゲトゲが上にあるわけじゃなさそうだから大丈夫そう。なんとなくだけどさ、アイスメーカー使いそうだよね。なんか今さ、はっ、宝箱出てくる。宝箱、え、これこう、あ、違う、場所が違う。え、待って、え、ちょっと待って、これどうしたらいいの。え、これどうしたらいいんですか。え、これだ。あ、これあの、あ、ちょ、くそ、やべ、やっちまった。あい、あ、よし、あ、危ねえ、あ、危なかった。はぁ、火炎の体験だ、やったー。よし、いいぞ。ん？え、ここ、通れなくね？
え、ここどうやって通ればいいんだろう。あ、わかった。向こう側に行くんだ。え、ってことはさ、これもしかしてアイスメーカーで、この辺に行くのでは？え、これ行ける？あ、よいしょ。で、これで、頑張れ！よしよし！危ねえ！で、ここで、よし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 、あ、なるほどなるほど、こうだ。よし、これが正解で、やった。はぁ、あ、はぁ、あ、なんとかなったぜ。危なかった。待って、マジでこの何、死のテーマパークみたいなやつなんだこれ。危なすぎる。さすがにここはもう何も狙ってこないよね。狙ってこないよね。あ、待って、でも待って、そこなんかさ、落ちそうじゃね。え、ってことは待って、もしかしてさ、ここさ、飛び移っとかなきゃいけなかったりする。いや、そんなはずはない。これどうなの、そこ、そのゴンドラ最後。え、落ちるじゃん。え、これどうすれば。これもしかしてさ、自分で上がってこいみたいな。おい、降り場ないのかよ、このゴンドラ。乗せるだけ乗せて、ゴンドラ最後降り場ないんですけど。設計がミスすぎる。はぁ、はぁ、飛んだ欠陥パークだったぜ。でも面白い、こんなのよく思いつくね。いや、すごいわ、考えた人。たんたたらたーん、やったー。マジ面白かった。わーいわーい。あ、ちょびっくりした。ちょ、どうしよう。こいつら、あ、これさ、フリーズロッドで、尊厳を破壊する。で、持って、投げる。よし、いけ。お前もだ。よし、いいぞ、いいぞ。冷えたお前らなるぞ。怖くはない。よし。ふぅ、やってやったぜ。は、なんかある。あれじゃない、なんか、光の輪あるよね。ん、ちょっと待って、なんだあれ。あれ、え、なんかすごい見覚えのある人たちいる。はい、どうもこんにちは。こんにちは、どうもこんにちは。お久しぶりです。は、ここでダルケル様が、暑い頃、恐ろしい試練だからって言ってる。あ、待って、この人たちさ、は、やっぱり、お前たちど根性三兄弟だな、さては。うん、久しぶり。マッスル！我慢比べを耐えた男よ、よく来た頃。あ、覚えててくれたんだな。ゴロン族の英傑ダルケル様がなぜここを修行の場所を選んだか知っているか？お前は知っているのか。俺たちど根性三兄弟はその答えを身をもって確かめるゴロ。ダルケル様がお強くなられたのはここでの厳しいトレーニングがあったればこそ。ダルケル様のような強く熱い男を目指す俺たち三兄弟には避けて通れぬ道ゴロ。はあった、なんだ、バグマの池に現れた光る輪が見えるゴロ。あれを目印に、あのマグマの上に立つゴロ。え？え？いや、無理じゃね？スウェット。あ、なんか一人だけ顔つきが違うやついるな。さすがのゴロン族、マグマの中は無理だゴロ。ダルケル様は本当にそんなトレーニングしたゴロ？さすがダルケル様が選んだ場所よ。このトレーニング一つになんではいかないゴロ。ちょっと作戦会議ゴロ。お会議始めたぞ。え、これ普通に、これいける？いける？いけます？これ、そのままいけたりはし。あ、よし、あ、ええ？かーい、ダメらしい。え、ダメってこと？え、生きたままくぐって立ってなきゃいけないの？え、これどうしたらいいの？え、アイスメーカー作れる？いや、無理だよね。え、そうだよね、無理だよね。え、どうしたらいいんだ？あ、とりあえず、あ、なんか箱っぽいのあるから、この箱使う？なんか、いけそうな感じですけど。え、これどうしたらいいんだろう？あそこに箱持っていけば、なんか足場作れたりするのか。いや、待って、この箱沈むくね？しょうがない。ちょっと上から行って、とりあえずあのちっちゃい足場に乗るか。あ、待って。はもう一個あるじゃん、使えそうなものが。あ、じゃあ、近づいていき。あ、しめしめ、こいつ寝たふりをしているぞ。よし、行け。よし、で、凍らせてと。よし、成敗完了。
そう、痛みを感じることなくほふって やりたかったのそれだけだ。なんて優しいんだ私は。でもってこの箱を持っていく。これなんか使えそうじゃない？あ、やべ落としちゃった。あ、待って、まずい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 。え、その岩って、その岩ってなんかあの、動かせるの？あ、なんか岩動くぞ。あ、岩動く。あ、なんか結構簡単に岩動く。あれ、そんな感じ？岩。あれ、なんか、え、なんかすごい、あの、スイーッ、あ、この状態で、こうして、え、これって足場、あ、ちょ、あ、え、ちょ、熱くない？熱くない？え、待って、え、なんか、え、めっちゃ熱い、熱い、熱い、ちょ、いや、え、これ岩じゃなきゃダメやん。え、これ岩じゃなきゃダメじゃん。え、待って、もう死にそうなんですけど。じゃ、とりあえず、足場打って、え、これじゃあさ、もうさ、岩をさ、動かしていくしかないのでは。あ、こう、こう、あ、そう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 。で、持って、あとは、この岩を、この岩じゃない、この箱を、手前の足場に、え、これでさ、この死のダイビング、この死の飛び石いける？よし、行くぞ。よし、あー！これしょうがねえからもう相棒の力借りるわ。頼むぞ！頼むぞ、リーバル！よし。でもこれは上から行くしかない。よし。よし、慎重に行け。慎重にだぞ。よし。で、くぐる！よーし！え？あれ？ダメなんかい。はぁ、どうしよう、どうしよう、リーバルのやつ使い切っちゃったよ。どうしよう、どうしよう、リーバル使い切っちゃったよ。どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう。しょうがないから上に上がり。よし、頑張れ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 、とりあえずこの、あ、どうしよう、一番の難関かもしれない、この祠。あ、いや、待ってよ、待ってよ。こっち側から、回り込んで、あ、これで飛んでいけばいいのでは。これで、これでいけない？いや、いけない、いける！よし、やったー、やったー、いけたぞー。あ、待って、でもこれ帰りどうしよう。いや、これ帰りどうしたらいい？え、マジこれ帰りのこと考えてなかったわ。これ私生きて戻れるか？まあ、最悪死ねばいいか。熱い、熱いよ。ちょ、いける？ちょ、いや、ちょ、ちょ、あ、どうしよう、あ、どうしよう、どうしよう。炎を遮るもの。ん？なんだ？炎を遮る。あ、なんかめっちゃ炎出てる。え？遮るってことは、待って、遮るものなんかあるってこと？ん？いや、特に何もなさそうなんだよな。え、ってことは、これあれかな？しゃがんで通れってこと？あ、ちょ、熱いけど。あ、ギリギリいけるわ。え、じゃあこれで？通れるな。通れるぞ、なんか。え？じゃ、これで？ん？これもいける？あ、ちょっといけませんでした。くそー。え、ってことはさ、あ、あそこの奥になんか、箱、箱。あ、届かない、届かないだと。え、これどうしたらいいんだ、これ。え？え、なんかこの辺使えそうなのもある。ないよね。ないよね。あ、ってことはあれか？ビトロックか？いや、ん？あ、この装置ビタロックで止められないわ。え？ちい！え？こいつ強いぞ！え、で、これさ、しゃがめないってことは、え？ん？え、これ、じゃあやっぱさ、マグネキャッチを使うんだと思うんだけど、届かない。あ、ちょ、あ、これだったらいける？いける？いや、いけるわ。いけるわ。すごい、すごい、最強だ。最強、最強。え、じゃあこれもそのままいけてしまうのでは。ちょ、いってみる。はあ、無敵、無敵。あ、待って、全然何も、何もない、ないぞ。え、これ、こんなんでいいのか。え、なんかいいらしい。え、ってことは、じゃあもうこれさ、普通にそのままさ、ゴールできてしまうのでは。え、これもゴールできるよね。ほら。あれ、いけたぞ。ん？これでいいの？あれ、これでいいのか。え、なんか普通にただ、祠の中をマラソンするだけの人になってしまうんだけど。え、これでいいんですか？あ、なんか、なんかジャイロあるぞ。ジャイロある。ジャイロあるけど、え、でもこれさ、多分さ、いけるよね。あ、あれ？いや、これはさすがに罠。一番最後、ここだけジャンプしたら、いや、いいんかい、これで。
え、待って、最後これこんなんでいいの？え、これでよかったのか。逆に一周回って不安になる。試練を克服され、よくぞここまで来た。あなた様ごと魔王となき勇者。いや、まあ試練というか、あの鎧というか、今こそ女神ハリアの名に置き、ルーダニアの証を授けましょう。ありがとうございます。やったー、これで3つ目のルーダニアの証だー。タンタタラターン、やったー。何はともあれ3つ集まったぞ。3つの証をすべて揃えた今こそ、真鍮バ・ルーダニアの元へ。ありがとうございます。やったー。勝てばいいんだ、勝てば。てってって、てっ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 てすごい。初めてブルドーの旦那の寝顔見たわ。これあれなんだね、寝っ転がるっていうよりはなんか座る形でさ寝るんだね。すごっ、すげえ顔して。電車の中疲れてこういう寝顔の人いるよね。これ揺れてる感じめちゃくちゃリアルなんだけど。このアップなかなかね、来るものがあるな。まあ冷静に考えてさ、ダルケルさん日記とかつけなさそうだよね。つけてるイメージがない。よう、絶景ゴロって言ってる。いや、おはよう。僕に、ようゴロ。お、ダルケルこと教えてくれ。ご先祖様、ダルケル様のことゴロ。あ、そういえば僕ダルケル様の日記発見したゴロ。はっ、え、やっぱあるの。大食漢のグルメさんだったらしくて、美味しそうな岩の話ばかり書いてあったゴロ。それと、ダルケル様に相棒がいて、その人も食べることに貪欲なタイプだったみたい。僕は食が細いからこんなにガリガリだけど。ガリガリ？たくさん食べて二人みたいに強くなるゴロ。え、ところで日記はどこだよね。ちょっと突っ込みどころはいっぱいあるけど、とりあえず日記の話聞きたい。そうゴロ、僕と君が初めて出会った北の廃校を掃除したら出てきたゴロよ。今、ダルケル様の日記は僕の家に置いてあるゴロ。あ、そこにあるってこと？あ、そうなんだ。へえ。いや、ありがとう。ちょっと、じゃあ行ってみるわ。まいたごろー。はあ、ありがとな、ユンボー。お前、これでガリガリって思ってんのか。なるほどね。やっぱあれだよね。あの、自分で思ってんのと他人から見たのってやっぱ違ったりするよね。いや、私は、あの、ユンボーのことバキバキだと思ってたぞ。ここかな？あ、あれ？トーカッチン、お前何してるんだ？なんだ、おめえ。お前、いい加減私の顔ぐらい覚えろよな。旅のものだよ。ふーん。興味がないだと。おいおい、お前、おい、お前、なんでそんなに。おい、トカチン、私の昔の本を忘れたのか。あ、待って、やべ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 、ピコピコハンマー焼けてしまう。クソ、覚えてやがれ、来世で。クソ。お邪魔しまーす。あ、ん？これ？はぁ、これじゃない？はぁ、やっと見つけた。え、てか、ここなの、ユンボーの家。そうだったの？へぇ、知らなかったわ。これだ。調べよう。あ、やっぱりダルケの日記だ。今日から日記というものをつけることにした。その日のことを忘れないうちに書けばいいそうだ。日記のこと日記って呼んでるのかわいいな。まあ、ご論族は毎日変わり映えしねえ生活だ。ちょっと違いでも書くことは悪くねえだろう。というわけで今日の日記は、そうだな、デスマウンテン山頂のロースイワがうまかった。山のふもとで旅のハイリア人と話をした。今ハイラルは薬剤ガノンの噂で持ちきりらしい。そういえば数年前、神獣とやらが掘り出されてデスマウンテンにシーカー族が押しかけてきたな。ハイリア人の話じゃ、あれは薬剤ガノンと戦う道具でクリティが必要になるってことらしい。あの頃、食えもしねえ異物なんぞ、ゴロン族は誰一人見向きもしなかったもんだが、食い物のこと考えたら腹減ってきたな。今日の晩飯は上ロースを岩にするか。ダルケル様いいな。こういう性格めちゃ好きなんだけど。今日山頂近くで昼飯用の岩を探していると、山腹で魔物どもに襲われている人間が見えた。ひ弱そうな見た目の小僧だったから、助けてやるかと山を降りた。ところがどうだ、そいつはすげえ剣の腕前だった。俺が着いた時、魔物はあらかた片付けられた後、こいつは強えと感心したその時、不意に背後から魔物が俺様に切りかかってきやがった。はっ、
旦那、まさかこのダレキル様がアーリア人の小僧に助けられるとは思っても見なかったぜ。まさかそれがリンク、お前なのか。あいつの剣さばきに見とれた時の俺はすげえ間抜け面をしてたんだろうな。へえ、これがダルケルの旦那とリンクの出会いだったんだ。ハイリア人の小僧の名前はリンク。やっぱり奴は食うのが何よりも好きだ。野菜、果物、生き物、それ食えんのかってものまでリンクは何でも料理して食う。それならと特上ロースイは譲ってやった。後で聞いてみたらちゃんと食ったそうだ。え、マジ、え、リンクロースイは食ったのか。めちゃくちゃご丈夫じゃん。やっぱり人間も胃は食えるんだな。いや、リンクだけです。いや、誤った知識を植え付けられているぞ。このダルケル様と奴の共通点は食うことだけじゃない。とにかくすげえ強え。奴が言うには集中すると時間が止まったようになるらしい。これが弓スロードラッシュ。俺は奴を気に入った。このダルケル様が背中を預け、飯を共に食らうにふさわしい男だ。よし、リンク。俺の相棒にしよう。はあ、だからあの時相棒って背中叩かれたのか。へえ、いいね。ハイラル王国の姫さんがゴロンシティに来て、真珠の栗手を頼んできたので引き受けた。ダルケル様は頼られたら断らねえのが心情だ。姫様も喜んでた。真珠の栗手は4人。ガノンとやり合う現地が1人。それと姫さんの6人が仲間だ。話によると種族も年もバラバラだが、今からそいつらと飯を食うのは楽しみだな。はえー、この一緒に飯食うの楽しみにしてるダルケルの旦那めちゃ好きなんだけど。絶対いいやつじゃん。まずは姫さんに特上リブロースイを渡したら喜んで受け取ってくれた。なんか笑顔が引きずってたみてえだったが。ゼルダ姫の精一杯の気遣いだったんだろうな。俺は英傑になった。叙任式でリンクにも久しぶりに会えたし、いい日だったな。そういや、前に聞いてた姫さんお付きの騎士はリンクで決まりだそうだ。なんでも試験中に古代のカラクリ兵が暴走してビームを撃ちまくったそうで、それを相棒が落ちた鍋の蓋で跳ね返し、急所に命中させて暴走を止めたんだと。はい、リンク、お前鍋の蓋でジャスガーで何とかしたのか。すごすぎだろ。その活躍が王の目に留まって大抜擢。さすが俺の相棒だ。強すぎる。ルーダニアの繰り手に決まったが、他の3人みたいにうまく真珠をくれねえ。リンクに相談してみたら真珠に押し込まれ、ただひたすら一日中歩かされた。するとどうだ、気づけばルーダニアは俺の思い通り動くじゃねえか。なるほど、習うより慣れろだ。相棒の強さはこういう努力の賜物なんだな。今日のお礼に極上サーロイン岩をご馳走してやろう。めちゃくちゃ歓迎するじゃん。最近相棒はずっと姫様の異物研究のお供だ。大変そうだが姫さんも明るくなったし、よく話すようになったみてえだからまあいいか。なんでも一度姫さんと飯を食ってる時に相棒は自分の悩みを話したそうだ。え？リンクの悩み？そうなの？リンクに悩みってなんだろう。それを聞いて、私と同じなんですね、と姫さんは言ったらしいが。え？え、何なんだろう。きっとあの二人は食い物の好き嫌いが同じってことなんだろうな。いや、マジでどこまでも思考回路が単純なのいいね。いい、そういうとこいいぞ、ダルケルの旦那。ところで最近分かってきたことがある。日記を書くと腹が減る。マジどこまでもダルケルの旦那可愛いんだけど、可愛すぎか。はあ、そういうことだったんだ。え、リンクとさ、ゼルダ姫の悩みが同じってどういうことなんだろう。え、リンクの悩みゼルダ姫に打ち明けたことあったんだ。え、その回想シーンってこの後見れるのかな。え、見れたらいいな。きっとその時にさ、ゼルダ姫とリンクが打ち解け合ったんだろうね。いや、いい話だった。よし、じゃあ準備していきますか。真珠を訪れし者よ、女神ハイリアの名に置き試練を与えよう。いよいよだな、リンク。最後のカースガノンだ。
覚悟なき者には厳しき試練、己の記憶と侮ることなかれ。前回炎のカースガノンは、まあ、そんなに苦労した記憶はないから、いやまあいけるはず。よし、ただリンク、油断せずに行くぞ。起きた。は、大化の鎧を全身にまとっている。しかも巨岩砕きじゃん。ここはそなた自身の記憶が生み出した無限の異空なれば。眼前に現れし敵は己の恐れが生み出したる超えるべき壁。はあ、この戦いは魂の試練、我の与えし道具のみで見事勝利してみせよ。よっしゃ、行くぞリンク、最後のカースガノンだ。これを倒して英傑たちの過去を全て知ろうだ。あ、そうだよね、そうだ、片手に巨岩、片手に両手剣、片手に炎をまとった炎のカースガノン。よし、行くぜ無限異空の炎のカースガノン。まずは一回、え、武器これだけ？あ、よかった。あ、一応、弓5本、弓5本に騎士の弓1つ、え、立てない。え、食材、素材ないんですけど。あ、びっくりした。あ、料理が焼いてあるのね。あー、なるほど。びっくりした。え、待って、てか待って、実質巨岩砕き1つしかないじゃん。男らしすぎる。いや、これはしょうがねえ。ちょっと、まずは、わ、どうやって倒すんだっけ？え、どうやって倒すんだっけ？ちょっと待って。え、ちょっとどうやって倒すんだっけな。え、とりあえず普通に殴ればいいのか。あ、いっちゃ、え、いって待って、普通に強いんですけど。ちょっとやば、一発が重すぎる。え、これあれか、あ、ちょっと待って、思い出した。あぶね、これ普通に、あれ待って、あ、ダウンしないの。え、待って、ダウン全然しないんですけど。え、ちょっと、あ、ちょ、マジ。あれ待って、あれどうやってダウン刺すんだっけ。あ、待って、やばーい、あぶねー。え、でもここで、あ、よし、これで、あ、待って、いてー。ちょっと待って、あれ、おかしいな。ありがとう、ミファー、ありがとう、ミファー。え、これでさ、なんか、痛い、ちょっと、え、待って、おかしいな。あれ、おかしいな、なんかあ、わかった。あ、で、これで、あ、ちょっと、あれ、ちょっと、あれ、あ、ちょ、カースガノンさーん、あいちゃん、よしよし、いけたぞ、いた、あれ、まあ、さっきのは夢なんでね、農家ってことで、よし、行くぞ、リンク、今度こそ、これに勝って、ダルキュンダンの、復讐を果たすのだ、よし、行くぜ、ホロロカースガノン。でもって、近づいていき、一回この、よし、いいぞ、で、そんでもって、で、このぐるぐるをして、いけ、よしよし、いけ、いいぞ、よしいいぞ、今度はめちゃくちゃぐるぐる回転切りが刺さってよい。めっちゃ早いんですけど、マジ。え、嘘。え、早い。よし、いけるぞ、ここからだ。よし、これが本気、いくぞ。は、なんか、これなんだっけ、これなんかさ、なんか吸い込むみたいな、爆弾吸い込ませるみたいなじゃなかったっけ。あ、あっちに行ったぞ。あいつ、よし、追いかけろ。追いかけろ、リンク。で、あ、吸い込み始めた。よし、いいぞ。で、これを、投げる。あ、待って。投げる。よし、行け。で、こうして、爆発させる。よし、いいぞ、ダウンした。で、これで追いかけて、で、この隙に、また、回転して、行け。あ、待って、ははー、もったいない。はは、外してしまった。いや、でも、今度こそ行くぞ。あ、待って、痛い。ちょ、え、嘘。ちょ、待って、思ったより一発が重いです。ちょ、待って、これは一回、ダルキュの旦那の守りで、ひるませてから、あ、待って、クソ。逃げ上がった。こうなったら、ここで一回、この状態にしてから、遠隔攻撃。よし、いけ、よし、いいぞ。で、そんでもって落ちてきたところを、ここで回転切りで、あはあはあ、ダメだ、クソ。お、もう一回ここか、お、もう一回ここ、あ、もう一回ここいけるぞ。あ、待って、まずい、危なかった。ありがとう、ダルキュル。あれからとダルキュルなんだ。よし、これで、あとはもう痛い。あ、待って、
ありがとう、ありがとう、ミーボ、ありがとう、ミーボ。まずい、危ない。ちょ、動くんじゃね、動くんじゃね、動くんじゃね、お前動くんじゃね。はは、ちょ、クソ。あ、もうこうなったらダメだ。こうなったらこの状態で殴って、もう強行突破するしかない。よし、いけ、いいぞ、いいぞ、いけ、このまま、いけ、やったー、やったやったぞー。はぁ、はぁ、なんかこんなんでよかったのかなこんなんでよかったのかいや、まあ、勝てたけれどもなんかもうちょっとかっこよく勝ちたかった気はするけどまあ勝てばいいんだよ、勝てば。はぁ、やったー、戻ってきたぞ。はっ、この音色はカッシーワさん、いらっしゃったんですね。瞑想は終わりましたか？何か深くお考えのようでしたか？あ、このカースガノン戦って瞑想みたいな感じなの？そうだったんだ。いやいや、このようなお尋ねは余計なお世話というものでしたね。この地方をめぐって英傑ダルキューの逸話を聞いているうちに、うん、師匠の未完の歌とは別に私も彼を表現してみたくなりました。そこでダルケルが操ったというこの神獣バ・ルーダニアの元で、は、聞かせてください、うん、カッシーバさんから見たダルケルの歌を。これはルーダニアを苦し者がまだ英傑と呼ばれる前の物語。え、曲調めちゃくちゃいい。その名はダルケル、ゴロンの猛者、山訪れし姫と歩み語らん。はぁ、どんな感じなんだろう。ああ、喜んでやらせてもらうぜ。はっ、旦那。恐れ知らずのダルケル様だ。このハイラルの危機となりゃ断る理由は何もねえ。頼もしい。ありがとう、ダルケル。さすが。厄災ガノンのせいかどうかは知らねえが、ここいらも魔物が増えて物騒になってきてる。貧弱そうな兵士を連れている。姫さんも城を離れるときは護衛を増やした方がいいと思うぜ。今父が私につける騎士を選んでいるそうです。リンクが選ばれる前なんだ。候補者の一人はハイラル王国一の剣士と聞いています。へえ、そいつはまさか。ん、俺を、やつら本当に増えてきてやがるな。あ、赤ぼこだ。誰か襲われてんのか。姫さん、ちょっと待ってな。マスターモードで見ることができない赤ぼこだ。お、行くのか旦那、気をつけろよ。おわー、かっこいい。さすがゴーワン。あ、臆病な野郎どもだ。ま、このダルケル様にはどんな魔物もかないっこねえかな。逃げていくのは本当かわいいな。あ、お、なんだ。おいで。は、は、犬。は、犬を襲っていたのか仲本君たち。は、絶対に許さん、絶対に許さんぞ。この子だったんですね、ダルケル。無事なようです。はぁ、あ、よかった、ワンちゃん無事で。あれ、どうした。え、あ、まさか。あ、まさかダルケルの旦那、犬が苦手なのか。こんなに可愛いのに。面目ねえ。まだダルボーなんて呼ばれてたガキの頃に手ひどく追い回されてからよ。意外な一面だ。あれだけはどうにもダメなんだ。情けない顔してやがる。あなたに苦手なものがあるなんて意外でした。あのよ、姫さん。はい。厄災ガノンってのは犬の化け物だったりしねえよな。え、どうなんだろう。犬に化けてきたりするのかな。え、ちょ、ダルケルの旦那のちょっと意外な一面見れて
ひたすら可愛い人なんだけど、この人。こんな一面あったの？ちょっと、好感度上がっちゃうんですが。英傑なる人にも恐れるものはあったんですね。いかがでしたか？英傑だらけの歌。いや、なんか、日記も読んだけどさ、なんか岩がうまいとか腹が減ったとかしか書いてなかったから、なんかすごい豪快な人だと思ってたけど、なんか意外と犬は怖いとか、そういう意外な一面が知れてよかったです。彼の人間味を歌にできたことで師匠に一歩近づけたような気がします。いや、そうだよね。これで4人の英傑の歌すべて完成したよね、うん。おめでとうございます。足りない重要な章、舞台はアリシヒのハイラル城がふさわしいようです。え、重要な章、ハイラル城、え、まだあるってこと？さすがとしか言いようがねえよ、相棒。はっ、これでダルケルの守りをより使いこなせるな。旦那、見てたんですね。ガノンの野郎に会ったらこう伝えてくれ。アバよガノン、永遠にってな。かっこいい。そうだね、一緒に今度こそガノンを打ち倒しましょうなあ、相棒。英傑ダルケルの守りプラス、使い切った後の回復する時間が早くなるのめちゃくちゃ嬉しい。やったー、英傑ダルケルの歌コンプリートしたぞ。やったー、わーいわー。お、あれ、我は同志ミーズ巨子や、よくぞここまでの試練を克服した。は、一番最初に話しかけてきてくれた人。海星の祠に今最後の試練への扉が開かれた。え、まだあんの？そなたよ、向かうがよい。マジ？え、これで終わりじゃないの？エイケスたちのバラットって。は、ほんとだー。海星の祠にマッピングされてる。へえ、続きあるんだ、これ。え、じゃあこれなんか最後にまた、何かあるってこと？ストーリーが。楽しみ。そうなんですか。いや、でもまずはさ、このカッシーワさんの歌よ。このダルケルの曲、私めちゃくちゃ好きだな。なんかこの豪快さとさ、なんかちょっとだけ情けないじゃないけど、そういう二面性が現れてる気がする。軽やかなところもいいよね。なんか力強さもあるし、いい曲だ。カシーワさん、最後の重要な曲完成させるの楽しみにしてます。じゃあ私は海星の祠行ってくるんで、また今度。じゃあ、さらばだ。よし、行くぞ、リンク。